こんにちは、はじめ社長です。率直に言います、タバコが吸いたい。まあ俺ぐらいの24の男になってくると、こうなんかこうやっぱ男らしさっていうのを求め出してきて、あの分かる人が男らしさだから腕時計とかつけたんですけど、これから僕はどんどん大人の男性になるためにはもっとこう男らしくなりたくて、でまあ男らしいっつったらもうタバコしかないっしょというわけで、タバコを吸いますと言いたいところなんですけども、僕ちょっと喘息持ちでタバコ吸うと喘息発作が出ちゃって、タバコが吸えない体なんですよ。いつだっけな、なんかコンビニでバイトしてる時、あ、二十歳ですよ、二十歳でコンビニでバイトしてる時に先輩から一本タバコを借りてこう吸ってて、先生一本借りますってこうやってツッってやって、一本吸った瞬間吐きそうになっちゃった。うわーってなって、もうそれぐらいちょっと多分タバコの煙に対しては弱くて、タバコ吸いたいなとか言ってるんですけども、タバコ嫌いなんですよ。だって体に悪いんでしょ。体に悪いのとかできれば避けたいんで、喘息発作も出るし、タバコ吸ってる人の近くにもいたくないぐらいタバコをちょっと嫌いなんですけども、タバコは吸いたいという矛盾が生じております。わかる？体に害がなければタバコを吸いたいと思ってるんですよ。こうなんかベランダとかでこうやってやりたいわけですよ僕は。でもタバコは体に良くないからやりたくない。そんな僕に奇跡が訪れた。はい、こちら、これ名前がわかんない、ビタシグっていうタバコっぽい人たちらしいです。ちょっと調べます。あー、なんかタバコ吸いたい吸いたい言ってるんですけども、あのタバコは絶対やめた方がいいです。僕の周り吸ってる人結構少なめなんですけども、みんなソロっていうのはもうマジでやめた方がいいみたいな、もうなんか抜け出せなくなるらしいんで。電子タバコなの？そう、あの、これ、これ、ほんとすごいんですよ。ニコチンタールとか有害物質が一切入ってないらしいです。これ、てか未成年吸っていいのかな？そこが結構ポイントだと思います。あー、なるほどね。なんか、ヤフー知恵袋で見たんですけど、ニコチンタールが入っていないから違法ではないらしいんですけども、未成年がね、タバコっぽいの吸ってるとさすがに怪しいと思うので、検査させられるらしいので、あんまなんか、よろしくないみたいです。未成年の人はやめときましょうね。っていうと、僕は大の大人なので、この全く一切無害のタバコを吸います！これすごいんですよ。ニコチンタールを含んでいない。なんか栄養が入ってるって。ほんまや、有害物質じゃなくて栄養が入ってる。味のタイプもすごい、なんかいろいろフルーティーなやつがありますな。すごいね。一応ね、電子タバコっていうあれらしいんですけど、はいはいはい、とりあえず吸います。こんなこと言ってますけど、本当にタバコ嫌いで、タバコ吸ってる人いたら部屋から出るんですよ僕。だってさ、よく考えてみに、なんかタバコ、多分結構有名な話なんですけども、主流煙と副流煙っていうのがあって、タバコ吸ってる人より周りにいる人の方が癌になる確率が上がるみたいな、こう煙とかでね。だからもう吸ってる自分より周りの人の方がこうなんか人命に危機を犯されるみたいな、もうあんまりよろしくないっすよ。まあ人に迷惑をかけないならいいと思うんですけども、周りにいる人にそういうちょっとあればちょっとよろしくないなとか思ってしまっています。あんまりタバコは好きじゃないんですけど、これならいいかもね。タバコを吸いたいというこれをしたいんで僕は。ちょっとバニラ吸ってみます。おしゃれおしゃれ。はい、こんなデザインになっております。なんか文房具屋さんの練り消しの匂いがするぞ。あ、もうこの持ってる手がかっこいいもん。この成人向けの商品らしいですね。なんで未成年の方は、未成年の方は多分違法であっても吸わない方がいいと思われます。ニコチンとかタールとかが入ってないので、安全が保証された成分と天然成分のみを使用しています。安全だ。俺これでこうスパスパできるわけよ。やばいやばい、早くみんなに自慢したい。よし、参る。本当に緊張するんだけど、では行きます。やべやべ、マジかっけえじゃん、マジかっけえな、おいおい、焼きそばパン買ってこいよ。やべ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 、かっけえな、おい。おい、やべえぞやべえぞやべえぞ、マジマンジ鼻から吸えるのかな。熱っ熱っ待って熱っ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 。あー、なるほど、そういうとこはリアルなのね。